なんかね、違うんだよ TikTok なんかなんかそう募集しようかな。いや、なんかん撮られてるって感覚があるとあ、うん、ってなっちゃう。でも一応それをこうやってさ毎回毎回回してるわけじゃん。結構今回毎日投稿ぐらいしてるじゃん。っていうのでまあ慣れていきましょうねみたいな期間であってさ、モデルだって初めの頃はやっぱ緊張しただろうけど、今やっぱそれこそ こなしていけれてるわけじゃん。別になんか無理に話す必要もないよね。ちょっと TikTok に向けてこのコメント欄とかにこれやってほしいですみたいな書いてあったらいいなと思って、逆にやりたいことあるかなとは。ワンピース考察。ワンピース できる？だって覚えてないじゃん。だからでしょ、1から10から知ってんじゃん。もう忘れちゃってるから。毎週行くんですか東の海から。だから1からもう忘れちゃったの。1から1あんなドラマチックな毎日マジで本当に頭悪いの忘れちゃうから。だから考察できるよ、次何があるか。私でもそもそも漫画が読めないから。読めないことねえから。箸も同じこと言ってるけど、どういう理論？誰が喋ってるか分かんない。分かるように書いてんだよ漫画はよ。それがよ。でもなんかこうなってる。こうなって。あれは次どっち？まあでも確かに少女漫画とかってすげえむずいよね。小回りがさ、とにかくさ、なんかすごいことになってない？だって分かんないよ。うん？それも。いや分かるよ。なんとなくこことここが繋がってんなみたいな、分かんじゃん。いや分かる分かる。反省しろよ。え、なんでそっちが当たり前みたいな。漫画読めないんだよ。ちょっと戻してさ、本題戻してマジで TikTok 募集しようかな、コメントとかで。確かに。だって俺分かんねえから、見てねえからさ。さながらのその女の子軍団は結構いるんだよ。そのみんな、うんうん、みんな出てないかもしれないけど、うん、結構いるんだよ。いるね。だからその子たちに何をしてほしいか。090-3699 マジで流すなって。お前のマジ電話番号じゃん。やめとけばいい。ちょっとじゃあなんかコメントに来てそれやるのはどう。それやってみようよまず。そう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 、来たものをちょっとやってみるって。わかった。ローションすくみず大相撲夏の陣。はい、終了終了、もういいです。